はい、どうも、こだわりです。ダイナゼノン11話見ました。いや、面白かったですね。最終話に向けて、だいぶ畳んできてるなって感じがしました。いや、まあ今回もね、考察というより、ちょっと思ったことなんですけど、同じ会社のプロメアっていうアニメ映画、とちょっと似てるシーンがありましたね。お兄ちゃんが捕まって、まあ、拘置所入れられてるんだけど、まあ、結局なんか、沈むが怪獣になって、めちゃくちゃになって、刑務所も壊れて、結局お兄ちゃんね、自由になっちゃったっていう、ね、そのシーンがね、プロメアにね、全く同じシーンがあって、主人公のガロが、まあちょっと、ね、いろいろあって捕まるんだけど、なんかトラブルが起きて、ね、刑務所壊れて、もう行動できるようになったっていうね。逮捕から出所までが、まあ、出所と言っていいのかわかんないけど、早すぎやろっていう。ね、そういう。ダイナゼノンのオニジャとプロメアのガロって髪型が似てますよね。坊主で一部だけ伸ばしてるっていうね。僕もハゲ隠しにそういう髪型しようかな。こうサイドをハゲにして、こう上だけ伸ばすっていうね。まあ話はそれたけど。髪型も似てるし、キャラもちょっと似てるかな。バカ系のキャラ。まあ、ガロが主人公で、まあ、バカだけど、ちゃんと考えてるとこもあるのに対して、まあ、オニジャは敵だし、本当にただのバカっていう感じがするから、そこはちょっと違うけどね。まあ、バカキャラでもあるし、髪型も似てるし、まあ、他にネタがないとかじゃなくて、ね、鬼じゃが 捕まるっていうとこもね、含めて、プロメアへのオマージュ、まあ、髪型、キャラデザが似てるっていうことで、プロメアへのオマージュとして、ああいうシーンを入れたんじゃないかなって思いましたね。いや、僕、トリガーのアニメ好きでね、プロメアはね、劇場に9回見に行きました。9回。ね、まあ同じトリガー好きの人いましたらね、今回のダイナゼノを見て同じこと思ったよっていう人いたら、コメントください。いやー、どういうふうに終わるのか楽しみですね、ダイナゼノ。いや、今期のアニメもね、面白かった。スーパーカブも見てるんだけどね。いや、面白い、スーパーカブ。炎上したけどね。面白いですよ、あれ。はい、じゃあまあそんな感じで、アニメ話でした。